萩海運有限会社は、山口県萩市、大浅東浜崎町浅区が浜139番、一日本社を置く、海運会社である。萩市が主たる株主である、第三セクターで、代表取締役は、萩市長が務めている。萩港と萩市の離島である三島、大島、愛島と本土をつなぐ航路を運航している。本土三島小島大島、鬼用図。 定期航路として、以下の3航路があり、それぞれ専用の船舶が就航している。ユリアも参照、三島、宇都港を基準に、春夏ダイヤは1日3往復、秋冬ダイヤは1日2往復運航。春夏ダイヤは、宇都港、萩港、本村港、宇都港での運航が基本となる。なお、時刻については公式サイトを参照のこと。旅客運賃、編集、 萩三島各港本村、宇津三島航路近代化の変遷、編集対象時代より前は、風で走る小船が就航していたため、風待ちのため何日も船で過ごす事態も頻繁に生じた。1913年になりようやく石油発動機船が就航した。1959年に三島丸が就航してようやく三島萩間が2時間半になった。 わずか100トン級に過ぎなかったが、以前の船より、はるかに安定した運航に寄与した。それでも、季節風の頃には100トンぐらいの船では、流木のごとく波に持て遊ばれたという。1971年に、立花が就航、三島萩館は2時間に、1977年に、萩が就航して、さらなる時間短縮が実現し、三島萩館が1時間50分になった。 1986年に立花兄が就航する。順次近代化された船が登場しては来たものの、船の揺れは相変わらずひどく、船内の至るところにお仏用のたらいが置かれ、介護員が乗船していた。1998年4月、高速艇鬼用図が就航し、三島萩館が1時間10分になる。現在の船は縦揺れ横揺れ軽減装置が設けられ、 高速エンジンで、飛躍的に乗り心地の改善が図られた。2019年に、後継船、ユリアが就航。萩港から大島港までの所要時間は、約25分で、萩海運の航路としては、最も短く、4往復の設定で、いずれも大島始発で、大島に戻る便となる。現在は、萩大島が就航している。萩港から愛島港までの所要時間は、 約40分。運航本数は常時3往復である。三島、大島と同様、島から出て島に戻る便となる。現在就航している船は椿にである。ありがとうございます。